BL60 ポンド砲マーク I、オードナンス BL60 ポンド砲とは、イギリスが1904年に設計した、後傾5インチの中砲である。この砲は、オブ4.7インチ砲の後継として設計され、第一次世界大戦における、イギリス陸軍とイギリス帝国、イギリス連邦加盟国の代表的な中量級カノン砲であり、 第二次世界大戦においても BL5.5 インチ砲に更新されるまで使用が続けられた。アメリカ合衆国も1920年代に数問導入している。1904年にイギリス陸軍は60ポンド砲のマーク、i 方針を設計し、中砲としては初めて方針後座機能を設けたマーク、i 方がを設計した。マーク、i 方針は第1次世界大戦中に製造工程を 簡略化したマーク、I 方針とマーク、I 方針が製造されている。マーク、I 方がは、方針上部に、バネ圧また座敷の中体複座機を搭載しており、方針は方足の後端ギリギリの段階まで、後退する。車輪は、木製スポーク式で、設置面に鉄板が貼り付けられている。BL60 ポンド法、マーク、2その5検因時に方針を小座状態で固定する。 マーク2砲ガが,が設計され、牽引手段も馬から専用の牽引車両に変更された。さらに、重量増加により、DH での牽引状態を改善するために方針を一旦取り外して、専用の馬車で輸送するマーク3砲ガが,が設計され、マーク2砲ガをマーク3仕様に回収したものは、マーク2砲ガも製造されている。 1918年には全長を長くしたマーク通報針と中体福崎を気圧また座敷に変更したマーク4方ーーガが設計されたが第1次世界大戦終結には間に合わなかった。その後は車輪を空気入りゴムタイヤに換装して第二次世界大戦で用いられたが BL5.5 インチ砲の配備により1944年には退役した。 なお、マーク、フォ方ーガは、BL4.5 インチ法の初期型にも採用されている、BL60 ポンド法マーク、愛の中体福崎。ありがとうございます。